それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより富士市立高等学校吹奏楽部の皆さんにステージを届けていただきます。どうぞ皆さん、大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。商工フェアで演奏できることを大変嬉しく思っております。マーケットもとても賑わっていますね。今年も残り2ヶ月となりましたが、今日という一日が素敵な思い出になるよう精一杯演奏させていただきますので、最後まで楽しんでお聴きください。ただいまお送りした曲は、富士一ブラスのオープニングテーマ曲として演奏しているテキーラでした。続いてお送りする曲はユーロビートディズニーメドレーです。この曲は皆さんおなじみのミッキーマウスマーチ、小さな世界、ジッパディルーダー、熊野プーさんがユーロビートに編曲されたディズニーメドレーです。ポップでノリのいい演奏をお楽しみください。ソロは元吉原中出身、ドラム渡辺太陽、ソリはフルート、アルトサクソフォンでお送りいたします。それではどうぞ。
ユーロビートディズニーメドレーをお送りいたしました。突然ですがここで一つお知らせがあります。富士市立高校吹奏楽部にはインスタグラム、旧ツイッター、X、Facebook があるのをご存知ですか？そこには私たちの日常や出演させていただくイベントの情報を投稿しています。フォローよろしくお願いいたします。続いてお送りする曲はジャンボリミッキーです。ジャンボリミッキーとはみんなで楽しく踊り騒ぐことを意味するジャンボリーとミッキーマウスとを掛け合わせた言葉です。明るく元気なこの曲でディズニー気分をお届けいたします。それではどうぞ。ジャンボリミッキ
ジャマグカーニバルをお送りいたしました。続いてお送りする曲はマツケンサンバ2です。皆さんご存知ではないでしょうか。この曲はテクストを選ばないような明るい歌詞や踊りで再ブームを引き起こしました。聴いているだけで心が弾むこの曲で皆さん一緒に楽しみましょう。ソリはパーカッション。お送りいたします。それではどうぞ。Thank you.
とうございました。私立高等学校吹奏楽部の皆さん、吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。